レイクランド大学ジャパンキャンパスレイクランドユニバーシティジャパンキャンパスレイクランド大学ジャパンキャンパスはアメリカ合衆国ウィスコンシン州シボイガンにあるレイクランド大学を本校とする米国大学に本校である現在は東京都新宿区新宿にジャパンキャンパスがある1991年学校法人クレ学園がレイクランド大学に本校として豊島区に設立 1996年にレイクランド大学本校の経営に移管され、新宿6丁目に移転。2008年5月にキャンパスが現在の新宿5丁目に移転した。ジャパンキャンパスのカリキュラムは英語研修課程及び教養課程によって構成され、ジャパンキャンパスを卒業すると、米国大学の短期大学士の学位を取得することができる。 米国北中部大学認定協会認可及び文部科学省外国大学等日本校の指定を受けている。1991年学校法人クレ学園がレイクランド大学日本校として豊島区に設立。1996年にレイクランド大学本校の経営に移管され新宿6丁目に移転。その後2008年5月に現在の新宿5丁目に移転した。 2005年12月文部科学省よりアメリカの私立大学として初めて外国大学の日本校の指定を受ける。レイクランド大学ジャパンキャンパス準学志望課程のカリキュラムは主にアカデミック、スキルと呼ばれる総合的思考力を養成する英語研修課程と単位理習を行い短期大学志望を取得する教養課程の2つによって構成される。英語研修課程は 英語を母国語としない学生に対して英語教育のみならず大学で学ぶために必要な力を総合的に学習できるカリキュラムをとっている。アメリカの大学によく見られる大学に併設されている語学研修学校との大きな違いは英語研修課程のプログラムが大学の教養課程で学ぶことに主眼が置かれていることである。外して語学研修学校では 大学に併設されてはいるものの、大学とは組織が別となっている場合が多い。語学研修学校への入学は、大学への入学とは全く別物で、申し込めば誰でも入学が許可される。しかし多くの日本人にとって、大学に入学することと混同される場合が多い。また、語学を学ぶことが主たる目的であるため、大学での勉強に沿って、 英語を学ぶカリキュラムにはなっていないことも多々ある。これとは、対照的に、レイクランド大学ジャパンキャンパスでは、入学審査の後、教養課程を履修するまでに、英語力が達していない場合は、学内で英語の研修を行うシステムをとっている。つまり、学生の身分は、レイクランド大学ジャパンキャンパスの正式な学生である。これは、英語という非常に広範囲な分野を学ぶには、 大学で学ぶという明確な目標を持った方が身につけやすいこと、また大学で行われている授業を題材に英語を学ぶためにスラングなどを用いず、明確な意思表示などの方法を学ぶことができるなどのメリットがある。英語研修過程はいくつかのレベルに分けて授業が行われている。入学前までの英語力により、英語研修過程が終了するまでの期間は異なる。 教養課程は、米国本校と全く同じ教養課程、俗に、ゼネラルスタディコアなどとも呼ばれているの授業が行われており、米国大学認定協会の認可を受けた正規の授業となる。ほとんどの科目が1科目3単位の授業となり、規定に従ってすべて履修をし終えると、米国大学の短期大学志望を取得することができる。同時に、 レイクランド大学本校のソフォモアを終えたこととなり、卒業した学生の希望者は、全員レイクランド大学のジュニアの学生として、継続して、米国本校で学ぶことができる。教養課程のカリキュラムは、基礎科目、修士学、学際研究、人文学、芸術、科学、歴史、アメリカ研究、宗教学、社会学、数学及び、 選択科目により構成されており、それぞれの分野で1から3科目を履修する。また、選択科目では、都米後に専攻分野で必要となる科目を選択することができる。大学の授業はすべて学期単位制で履修をし、規定の単位数を取得し、かつ成績が基準以上であること、履修を義務付けられた授業をすべて履修していることなどの条件を満たすと、 レイクランド大学ジャパンキャンパス準学士号課程を卒業となり、米国大学の短期大学士号を取得できる。そのため、日本の大学と異なり、卒業までの年限が必ずしも2年と決まっているわけではない。ジャパンキャンパスを卒業した全学生がレイクランド大学本校へ進学することができる。そのため、卒業生の約6割が本校に進学する。 それ以外の学生は、主に米国の他大学に進学する。また、2005年の文部科学省の指定に伴い、日本の大学の3年時に編入することもできる。2006年の卒業生のうち、若干なが、日本の大学に編入をした。今後は、日本の大学に編入を希望する学生も増加する、可能性がある。ジャパンキャンパスにおける入学選考は、英語入試。 推薦入試、一般入試の3種類に対別される。入学試験は6月から4月を通じて複数回行われるため、それぞれの試験での合格者数、倍率などは公開していない。AO 入試は、もともと米国の大学で広く行われている、アドミションスオフィスで行う入学専攻の形態を取り入れたもので、主に面接、小論文、高校までの成績によって、 入学の選考が行われ、例年6月から12月にかけて選考が行われる。選考方法は、英語入試本来の目的である、勉学の意思を確認するために、主に面接によって行われる。英語力などの学力試験はない。英語入試の主たる目的は、早期入学意思を決定した新入学予定者に対し、事前教育を実施するでもある。 事前教育を実施することで、入学までに英語力をつけ、入学後の英語研修課程の在籍期間をなるべく短くし、卒業までの時間を短縮する目的もある。したがって、英語入試に関しては、専願で選考が行われている。推薦入試は、指定校推薦、高校推薦、自己推薦が行われ、指定校推薦、高校推薦に関しては、 成績等の基準がある。自己推薦に関しては成績の基準などはない。英語入試のような事前教育が実施されないため基礎英語力の学力講座がある。面接も行われる。一般入試は日本の大学型の学力講座と面接試験で選考される。レイクランド大学ジャパンキャンパスが提供するプログラムは次の通り、ありがとうございます。